消防隊隊員の糸魚川小学校6年立花の穂羽です。火災から逃げ遅れないために住宅用火災警報器を取り付けましょう。取り付ける場所は寝る部屋と階段です。広報お知らせ版6月10日号と一緒に住宅用火災警報器の購入補助券を配りました。この機会に住宅用火災警報器を取り付けて逃げ遅れをなくしましょう。以上、糸魚川市からのお知らせでした。